XL レコーディングスはイギリスのインディーレコードレーベル。1989年にエレクトロニックダンスミュージックのレーベルとしてスタート、その後他のジャンルを手掛けるようになり、インディーロックからヒップホップまで様々なアーティストが所属している。参加レーベルにヤングタークスを要する。レーベル初期を代表するアーティストのプロディジー・リチャード・ラッセル、ニック・ホークス、 ティム・パーマーの3人がベガーズ・バンケット・レコードと共同で1989年に設立。ラッセルとホークスはデーブ・デュオ・キックス・ライク・アミュールのメンバーでもある。初期はプロディジーをはじめとして、ベルギー・テクノ、ブレイク・ビーツ、ドラム・ンベースなどダンス音楽に特化したラインアップであったが、90年代後半からはフリーク・フォーク、オルタナティブ・ロック、 ヒップホップなど他のジャンルにも手を広げ、現在の所属アーティストは多様な顔ぶれとなっている。日本では当初 ABEX ラックス、ソニーミュージックアソシエーデッドレコーズ、ソニーミュージックレコーズ、ワーナーミュージックジャパンから日本版の CD が発売されていた。現在はホステスエンタテインメントを通じて日本版 CD の販売を行っている。 2006年6月にレディオヘッドのフロントマン、トム・ヨークのソロアルバム、ジ・レーザーがリリースされ、全米2位、全英3位、カナダ2位を記録した。2007年10月には、レディオヘッドも、XL と契約し、同年末にアルバム、イン・レインボーズがリリースされた。2011年、アデルのセカンドアルバム、21をリリースし、19、カ国で1位を記録する。 第54回グラミー賞で最優秀アルバム賞、最優秀ポップボーカルアルバム賞を受賞、収録曲、ローリング・イン・ザ・ディープで最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀短編音楽ビデオ賞を受賞した。ザ・ホワイト・ストライプス・レディオ・ヘッド・ヴァンパイア、ウィーク・エンド・アデル一覧と詳細は、英語版、EN。 XL レコーディングスロスターを参照過去のアーティストを含む一覧と詳細は英語版 EN Young Tarx Carrent Artists を参照過去のアーティストを含むありがとうございます。